名前でしょうかね。ですね、まず、はい、古いのだと、はい、5年ぐらい前に肘痛めて、はい、肘を伸びなくなっちゃった。ああ、それはいつからですか。5年前、どういうふうにされました。あの、懸垂をこうやってて、懸垂で、はい、それで、あ、なんか痛いなと思って、はい、で、すぐやめたんですよ。で、はい、その時はすぐ伸びるようになったんですけど、はい、またちょっとやったら痛くなって、はい、で、それから戻らなくなっちゃった。5年前に痛めて、懸垂でなんかグッと痛くなって、それからちょっと時間経つと戻らなくなっちゃった。戻らなくなっちゃった。なんかその治療とかされました。で、レントゲンとか撮ってみたんですけど、はいはい、ちょっと原因わかんない。原因わかんない。もう治らないかな。どれぐらい曲がります。曲がるのは、あ、つく。これが、これがいっぱい。はい。で、伸ばすのは、伸ばすのこれがどれぐらいですね。はい、わかります。あと、しびれとかそういうのはない。しびれ自体はないですね。ただ、あの、今あの治療をちょっとあの超音波とかやって、だいぶ収まってはいるんですけど、うん、その前はね、あの、なんか引っかかって、あ、引っかかりがあった、動かないっていう、ピクッとなる。で、この辺こう、剣いじってると、うん、あ、動く、治るっていうか、はい、ピクッとなるのは突っ張り感、シピッと痛み走る感じ。痛みがね、すごい走ります。痛みが走る。あの、しゃっとこの辺ですかね。この辺ですかね。ここですよね。はい、ここね、尺神経の通り道があるので、はい、そこをあの挟んじゃうんだと思う。あ、ちょっと剣が動いてる感じがするんですよ。動かすと取れるんですけどね。うん、はい、そうですね。あと、腰。これは何年前ぐらい。これはね、去年の10月ですね。10月。はい、どうなりました。しゃがんで仕事をしてたんですよ。はい、そしたらなんか、まあ、腰痛いなと思って、はい、夕方になったらもう結構痛みが出て、それから何日かしたらこうなんだ、こうしびれがこう走ってきて、左ですね。はい、左。今ちょっと右もあるんですよ。10月ぐらいから、はい、で、3週間ぐらいかな、もう座ることができなくて。それはその10月で痛めたあとすぐ3週間ぐらい。そうか、いつ頃3週間座れなかった。1週間ぐらいしてから、ね、どんどん痛みが出てきて、もしかしてなんかこういうふうにこう蹴った時があったんですね。はい、でその時に、ああ、痛いなと思ったんだけど、はい、それも影響してるのかな。なるほど、なるほど。なんで蹴りました。だから木があって、木を折ろうと思って、足でこう。で、なるほど。それが鉄パイプだった。そう、いいじゃない。それはちょっと。それは10月に痛み出た後です。その前ですか。その前ですね。ああ、そこで同じ前後で、前後で、はい、で、3週間ぐらい座れなくなって、はい、その以後はもうだいぶ落ち着いてきてる。一瞬なくなったんですけど、また出始めて、今度はもう完全にこう痺れが、うん、足の先まで、ここまで痺れが。わかりました。今も痺れてます？今若干痺れてます。はい。で、強弱はあります？痺れの。じわっとかな。じわっとある感じ。はい。座ってると結構しびれが出てくる。わかりました。それまでは腰痛はなかった。若干はありましたけどね、立ち上がる時にっていうのは。まあでも気になることじゃないので。なんかスポーツとかされてました。つい最近だと自転車乗ってました。結構スポーツはお好きなんですね。やりたいですね。今はちょっとできない感じ。今は、まあ、若干はい、まあ、懸垂は未だに10回程度はやってますけど、わかりました。あの、こう痛くならないと、はい、はい。それじゃあちょっとね、体の壊れ方を見ていきたいので、まずこっち向きでね、この上にあの正座してもらっていいですか。向こう向きで行ってみるんですよ。はい。で、今座ってもらった状態で、まあ、体の壊れ方を見たいんですけど、まず手を横にやってもらって、はい。まあ、肘は右でしたよね。いいですね。で、右で短いはずなんですよ。こっちの長いの分かります？右手がついて、左手が浮いてる状態。で、気をつけすると、自分でやらないでくださいね。はい、私が多動的で、こっちつくんで、こっちつかないんですよ。分かります？こっち空いてる状態。これが壊れ方ですね。で、上から膝見てもらったら、右下が前出てるの分かりますか？これね。はい。で、これは骨盤がこうねじれてるわけ。で、人の体は骨があって、筋肉は左右前後対角線に引き合って、関節の動く方向と角度、それから体内の血管神経、骨、内臓全部決まるんですけど、これがずれてますよということですよね。はい。それがボンと
ギア持って蹴った時に徹夜でそのショックで、なっちゃったのか、まあ、肉体面、精神面、両面においての休息と活動のバランスの結果がこういうふうに出てる、はい、本来はこれ寝たら取れるんだけど、それは取れない状態になってるっていうことになります。じゃあ両膝出た、まあ、これ見てもらってもこっちがちょっとね前で後ろになってます。で両膝で立ってみてください。で目つぶってもらって、まずどっちの膝に体重が乗ります？左。でちょっとあの横から見てもらうといいんですけどね、伸びてないんですよね。そうですね、わかります？わかります。でこれ方向伸びてるんですけど、はい、完全にクロジンでコックの字になってる状態、はい、それ前側縮んで伸びた状態になってる、はい、これはもう完全に壊れ方ですね、はい、だから座ってもらって自分の意思では立とうと思う、自分の意思では普通に座ってても長さがずれてる、で手のつきが違う、これが歪みです。だから自分の意思と実際の差が違うわけですね。これは壊れた、これを取りたい。でこの状態から本来寝て元に戻る、この差のない状態に自動的に寝て元に戻るという形がうまくできるようになれば腰痛はなくなる、ここの症状が消える。まあちょっと肘に関しては外傷なんで全部伸びるか分かんないんですけど、他のものに関しては全部変わってくると思うんですね。はい、で深呼吸してみてもらっていいですか。いっぱい息を吸って吐いて、息を吸って吐いて、この今息の入る感じを覚えててほしいのと、でちょっと肩の動きをね止めます。はい、吸って吐いて、もう一回吸って吐いて、どうです？止められた時と止められた時と入り具合、なんかきつい、肩で息するっていう動きをされてます。こう吸って吐いて、はいはい、本来肋骨が覚えてほしいんですけど、あのこっちが肩で息をこう代用して肋間筋が動いてない状態になってきてます。で今真正面から見てほしいんですけど、こっちの耳が見えて見えないんですよ。だから首が本来はここがまっすぐなんだけど、こうですね、後ろから見たらこっちの耳もよく見えて見えない状態になってると思うんですけど、この状態全部これ筋肉によって引き合いがうまくいってないというか、筋肉が左右から前後からバランスよく保持されて、その元の状態に歪んで戻ってしたいんだけどずれて戻れてない、これを取ろうということになります。はい、じゃあちょっとこいつを取っていただいて、うつ伏せになっていただきたいので、はい、僕預かりますか、大丈夫かな、はい、こちら置いておきますね、はいはい、でうつ伏せになって寝てもらっていいですか。大丈夫ですか。で顎ついて、肩こりとか手はここに持っていてください。はい、で首をね、まず左の方向いて寝てください。はい、右です。どっち向きにくいです？んこれと右側向きにくいです、ね、はい、で別にあの遠慮されてませんよね。そうしてないです。自分の意思で右向こうと思ったら、ほんと左向いてもらったらこっちの方が回りますよね。はい、回りますね。でこっちこっち回らないですよね。なんか肩が突っ張るような、はい、でこれ耳を浮いちゃって、はい、可動がこっちが悪いんですね。でこっちの方がやってみてください、はい、いくんですね、はい、これが歪みです。だから自分の意思と実際の差ってのは、うん、同じように動いてないことってすごく多いんですよ、はい、これを無視してみんな自分の意思で運動しようとするんだけどもう動かないわけで、これをまず戻してから運動せんとますます壊れるよってことになります、はい、だから左が向きやすくて、うん、右が向きにくい、これを覚えててください、はいはい、じゃあ顎をまっすぐしてください。今度あの足ですね、壊れ方、関節は筋肉によって動く方向と角度が決まるんですけど、痛いのは右ですよね。痛いのは左です。あ、こっちか、左ですよね。で症状で左 で自然にだ違うのに出てくださいね。私がキューと自分で曲げずに曲げちゃうとね、こっち来ちゃうんですよね。でね、これ背骨ありますね、はい、これ背骨と足のラインが一直線で、ここがセンターなんですよ、はい、なんか変でしょ。変ですね。こんだけ右行っちゃってるんですね、でここでここに隙間に手を持っていてもらっていいですか。右とこっち左、左の方が広いの分かります？ここ、はいはい、この隙間、うん、これ本当にだから本来ここがまっすぐです。これがまっすぐ、はい、こんだけずれてるよと。で手を戻してください。で顔の横に、でこうして曲げていくと左が曲がって右が曲がらないんです、はい、こっち行かない、わかりますか。はい、わかります。だからただ単に寝てはるだけで太ももの前の筋肉緊張が右が強くて、うん、左が緩い弱いとかね、比較するとね、はい、これが壊れ方なんですよ、これじゃやっぱり相当辛いですよね、
ここがまっすぐ、これまっすぐ。で、このまっすぐが元で疲れて寝て疲れ取れると、この流れで人間生きてるんだけど、疲れて戻れないんですね、しんどいと思うとこっち行きます。だからしびれのきつい時と弱い時とありますよね、きつい時はもっとこっち行ってる、いい時はここと行ったり来たりしてると、ただ元に戻れてないんでずっと不安定感があるということになります。はい、それじゃあ仰向けになってもらっていいですか。じゃあ今度胸に手を置いてもらって、関節は骨と骨の筋肉によって動く方向と角度が決まるんで、もうこれ見てもらっただけでね、形が出てます。これがまっすぐですよ、はい、こうなってる、でここで行くと力を入れてもらうと右の力を入れてください。左はここまで広がります、はい、で同じように右をやります。右ここで止まっちゃうんですよ、わ、はい、かりますか、はい、でこっちは左はこんだけ広がっちゃうということ、これが壊れ方です。でよく広がる方側に症状が出やすいです、でこっちですよね、はい、で膝を伸ばして肩を足をぶっと自分で上げて、そうです、さすが運動したのかよく分かる、でこっち上げてください。どっちが上げにくいですか、こっちですね、はい、これはもう覚えといてください、はい、自分の意思で首を左右やった時に、右に行かなかったですよね、はい、足上げよう思ってこっちは上がって上がらないですよね、これごめんなさい、こっちが上がらずに、はい、右が上がらずに左が上がりましたよね、はい、そうですね、自分の意思でストレッチしようとする前にもこんだけ差があるっておかしやばいと思いません、ね、これでもしやればやるほど、はい、壊れるよってことになりますよね、はい、で今度手ですね。で関節は骨と骨が筋肉によって気をことによって動く方向と角度決まるんですけど、手が痛いのはどっちでしたっけ、右ですね、はい、で力を抜いてもらったらこんだけ違うんですよね、わかります、はい、こっちが上がって上がらない、うん、指伸ばしてもらうとこれがまっすぐです、これがまっすぐ、うん、こんだけねじれてる、はい、でもっと肘の力抜いてください、だらーんと肘の力こうなっちゃうんですね、これでこっち行くけど行かない、はい、でこれは骨盤を土台に腰から背中、お腹から胸ってついてる筋肉の緊張性にこれだけの差がありますよ、はい、ということなんです。だから指伸ばしてもらったらこれがまっすぐです、はい、でこうねじれるように当然肘もですけど肩もですけど体幹から全部ずれてるよという、はい、これを取りたいわけで、はい、これを取ったらどうなるかということになりますね。よし、2、3やね。じゃあ今から整体を始めますね、はい、今まで整体もされたことあるんですよね。整体、その柔道整復師、はい、保険に聞くとこですかね。そうですね、はい、いろんなやり方あるのでね、はい、でまあここを見てもらってもこれがまっすぐなんですよ、こうずれてる、はい、はい、じゃあ今から、今までが検査の今からが整体になります、はい、まあよくね YouTube でやってるから耳ですね、耳回しくるくる、この刺激を入れます、はい、でこれで足を上げてみてもらっていいですか、右と、はい、左どうですか、さっきとちょっと楽ですね、違い分かります、はい、もう運動してあるからすごい反応いいですね、だとここをくるくるくる、とにかく僕の整体は根本改善です、で疲れて寝て疲れとるシステムを正常にしたい、考え方は切り傷と一緒です、傷口くっつけて処置してちゃんと安静というか待ってれば治ると一緒で、だからその治ろうとするシステムが働くように誘導していきたいわけですね。これでもう一回足上げてください、はい、でどうですか、変わりました、これ全部力ですね、本人さんので、これで肩の高さも揃ってきてて揃ってきててさっきこうでしたからね、はい、で手もこんだけ上がってくるんですね、こういうふうに、わかります、これ、おお、まださ硬いですよ、硬いけど差がないということは、こうねじったのが整ったってことが大事なんですね、はい、柔らかいよりも整ってる方がいいんです、整うと体内のすべての血管神経骨内臓が正しい位置で正しい形で正しく機能するのが、それでどん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 中が緩んでいくわけ、ほぐしたりとか何やってやる、それもまあいいかもしれないけど、要は寝て疲れとって、ソフトランニングでちゃんと寝て疲れとるように変えたいわけですね、
これでうつ伏せになってもらっていいですか。でこれで、まず首をですね、左右ですね、左とペタッとつけてください。右ですね、いかがですか。いやいや、なんか右は楽になりましたね。動きが変わったの分かりますよね、はいはい、もう一回左を思い切りビヤッ、右を思い切りビヤッと、うん、はい。でご自身のやってもることは一緒ですよね、はい、同じように動かして右に若干回りやすくなったと、はい、はい、これが僕のやりたいことです。で今度足を曲げます。自然に膝を曲げます。イエーイエーこうなるんですね。わかります。これで曲がってますよ、うん、全然違いますでここに手を持っていてもらっていいですか。今にどうですか。うん、同じぐらい、はい、さっきこうなってたんですよね。でここに戻してあげる、うん、根本改善、疲れて寝て疲れとるシステムを正常に戻す、どこに戻ったらいいかという方向性を与えたわけです、うん、あとこれを繰り返して自分の力で治るという世界に変えたいわけです、はい、これで正座してみてください。そうするとまず膝の長さ揃ってきてますよね、うん、そうですね。で手を横にやってもらって、これで手の長さが一緒ぐらいになっていて、突きも一緒ぐらいになっていて、で両膝で立ってもらって、膝で立ってもらって、そうですね、どうですか。さっきの戦いですか。目つぶってもらって、右か左か真ん中かですね。真ん中ですね。うん、いい感じになってますね、はい、はい。でちょっと座ってもらって、手を動かしてみてください。あのさっきのこの 右手でしたっけ、はい、どうです、なんか違いあります。こう、こう、うん、若干伸びてるような伸びてる感じ、この伸びてる感じと曲げてみてください。曲げろ、あ、つきましたね。つきましたね。さっきつかなかったもんね、はい、顔と耳開いただけでね、これだけ人間の体治りたがってるので、あ、もんだらダメ、もんだらダメ、もんだら壊れる、もんまない、もんまない、はい。でもう一回この確認しててもうて、はい、これじゃあ仰向きになってください。僕の刺激は耳回して顔をくるくるしただけですからね。それでここまで全部変わってきてるってことなん で今度は足からいきますね。胸に手を置いててください。揉まない、押さない、ポキポキしないです。でも揺らしていきます。できるだけ脱力しててください。でこうですね。でもやっぱりスポーツしてはるからすごいお元気ですね、はい、でやっぱり体が歪むっていうのは疲れて寝て疲れとるというシステムが崩れる。なんで崩れるかというと、肉体面精神面両面においての休息と活動のバランスの結果なんですよ、はい、多分蹴り張ってるのが答えたんちゃうかなと思う、はい、はい。そこで肉体的にそのバーンとそのね、木で折れる思ったら思い切り蹴った分のショックが入って、はい、で歪んで戻れなくなって、うんうん、だんだん限界が立って、日にちが経って限界を超えて腰に出ちゃったんだと思う、はい、あのムチ打ちなんかはよくありますけど、はい、あれは無意識レベルの筋肉の緊張さなんで、うん、息を吸って吐いて、はい、息を吸って吐いて、はい、はい、これでもう一回足を上げてみてください。はい、どうですさっきと。もう楽ですね。だいぶ違うでしょ、はい、左とすごいお元気です。でもう一回これでうつ伏せになってください。でこれで足を吸って吐いて、吸って、ごめんなさい、吐いて、軽くでいいですよね、深呼吸、タイミングだけなんで、吐いて、そうです、で、今度吸って、吐いて、吸って、吐いて、これでもう一回首を左右ですね、左と右、どうですか。おー、楽ですね。はい、で、顎まっすぐです。
これ足からの刺激ですね。だいぶ良くなってきてる。でさっきは体があの膝が曲がらず、関節の動く方向角度っていうのは筋肉で決まるんでずれてたんで、はい、常に変にねじれて力入ってる立て付けの悪いお家みたいだったんですよ、うん、だからこう触るだけでパンパンに張ってたんだけど、だいぶ緩んできてます、うん、これです。もう一回首を左向いて右向いて、どうです？もう全然違います。全然違う。右はすごい楽になります。素晴らしい、うん、で正座してください。これで、手を横へやってみてもらうと、だいぶね、もう揃ってるし、だいぶ長さがいいでしょう、うん、で体側も一緒くらいになってるでしょう、うん、でもう一回こう首を、肘を動かしてみてください。で曲げて、どうです？さっきと曲げの場所は楽に、さっき楽になってます、うん、全然手いらってないでしょ、うん、今までこれこの回路出たじゃん、楽になりますね、これも楽になります。ああ、よかったよかった。全然このぐらいどこまで行きます？それでちょっとあの突き具合をどれぐらいついてるか、うん、でも今まだこれ浮いてる感じね、はい、これをね、まあ、ついてますよね、はい、はい、じゃあ仰向きになってください。だから今まで多くの治療が雨漏りして床を拭いてるだけ、うん、床を拭いててもなかなかその根本改善にならない、うん、で雨漏りして床を拭くんじゃなくて天井の穴を塞がないかんですよね、うん、で穴を塞ぐっていうことは寝て疲れてるシステムがうまく回ってないのが、うん、穴ですね。でそれを塞いでいくと、でそういう意味で刺激を入れて、この方の治る力がうまく働くように誘導していくことによって全くこの右肘には触らないけど、うん、肘の動きは変わってきてる。でこれが寝てできるようになるんですよ、うん、繰り返しやっていけば、うん、だからまああの集中最初3から5回集中やるんで、まあ、今日もう一回やるとか、はい、明日来られるとか無理なく遠隔でもいいんで集中にやって覚えさせて、で覚えたら今度感覚を分けて寝て疲れ取れる状態になると、はい、全然違ってきますのでね、はい、まあ、その辺はあれですけど胸に手を置いててください。はい、吸って吐いた、吸って息を吸って、でもう一回うつ伏せになってもらって、はい、手は顔の横です。足を伸ばしててください。はい、息を吸って、はい、吸って。もうずっとスポーツはされてますか？でもそんなでもでもない。軽くはやってますけどね。吸って、吐いて、吸って、吐いて。これでもう一回正座してみてください。でもう一回肘を曲げてみてもらっていいですか？これ。どうです？つきます？つきましたね。おめでとうございます。つきました。はい。こっちはまだつまらないですけど、もう全然すごいことです。でこれ全然いらってませんもんね、ここはね、はい、はい、じゃあ仰向きになってください。今度は上向きです。今度ちょっと手を開きます。肩をねグッと上に上げてもらっていいですか？はい、ちょっと近に、はい、グッと上げて、はい、グッと上げて、はい、はい、グッと上げて、はい、グッと上げて、うー、はい、グッと上げて、はい、OK です。僕らはこの親指全部の影響が体に出るし、体の影響全部ここに来るんですね。だからここもここも全部そういう全体の影響があるわけですよね。それと局所の影響という状態を合わせて方向付けしていくと体が治るというシステムに乗っかるわけですね、うん、でそれに乗っかったらもう治るので整体とか治療の感覚もいらないわけですよね。でまあ治れば適当にこう、なんていうかな、もうちょっとね、あのね、私が釣り上げられるかのように、僕の釣り上げる、上げる意思をできるだけ抜いてほしい。はい、はい、上げる意思を、あ、そうそう。上手です、上手です。で、これも、できない人は抜けないんですよ。だから自分の意思と筋肉との状態が、ギャップのない状態、力抜こうと思って抜けてる方が、
元気ですね。うん。でこっちと今度最後ねここ行きましょう。じゃあぐーこれでグッと上げて、肩をうんこれここうこうグーッと上げて、ふっグッと上げて、はいグッと上げて、はい本当グー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 、はい痛くないですか？痛くない。大丈夫ですか？よしこれでもう一回グッと上げて、はいグッと上げて、はいグッと上げて、はいグッと上げてグー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 、はい。ちょっとこれは痛いかもしれません。我慢してください。大丈夫ですか？大丈夫です。腱鞘炎も6年前に両手やりましたね。そうですね。腱鞘炎とかは結構肩甲骨が硬い人多いですね。そこから緩めていかないと、はい、ここだけやってもなかなか取れない。で、自分で上げようとせずに、ああ、いいですね。結構運動できるようになります。はい、わかります。要は寝て治るという、寝たら治るんだという実感を、思い出してほしいんですよね。今寝て治るって感じあります？自分で。ないかな。あんまりないでしょ。うん、うん、みんなね寝たら治るんですかって結構言ってあるけど、寝て治すしか人間の治る世界ってないんですよね。はい、うん、はい、でこんだけ手もこんだけ上がってきます。一周ぐらい、わかります？で、こう指のこれ、さっきこうでしたからね。そうですね。こう。で、こうなるってことは、こうなってたってこと、うん。これをこう戻せて、こう来てるということです。うん、で、あと、で、チカ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 。OK です。で、これでもう一回うつ伏せになってください。はい、顎つけて、息吸って。これで傷口をくっつけた状態ですよね。うん、でこれでちょっと時間を置いて、で体をどうなるか待つということになります。はい、吸って、吐いて、吸って、吐いて、吸って、吐いて。OK、これで首を左と右ですね。左と右。どうですか？6です。最初と違います？違います。はい。では正座してください。で、まあ後ろの姿ですね。膝も揃ってますね。すごく揃ってきてます。ちゃんと揃ってるし、うん、で手の長さ、体側との幅ですね。やりでしょ。はい。で肘を動かしてみてください。どうですか。ほぼついてきてますよね。そうですね。さっきつかなかった、それもつきますよね。これももう全然違います、ね。もうすごい良かったですね、来ていただいてね。もうすごいお元気ですよ。これ全部あの患者さんの力なので、はい、僕はなあの僕の生態は人間の体を植物と考えて、はい、その植物の種に水やるお兄ちゃんが僕なので、はい、僕の刺激を受けて、あと僕の、感覚とか指示に従ってもらって、ちょっと変えてもらうと寝て疲れ取れるという形になるということになります。はい、それじゃあ降りてもらう。あ、それとね。今回深呼吸してもらっていいですか？吸って、吐いて、はい、吸って、吐いて、これで肩の動きを止めます。はい、吸ってみてください。吐いて、はい、吸って、どうです？最初と。最初よりは吸いやすいですよ、はい。もう肩上がってないですから。うん、肩でこう息するという動きがないので、はい。これじゃあ降りていただいて、あと今の状態を固定しますので、あ、ちょっとそのままでごめんなさい。こちら向いて。うん、あ、こっち見て立ってもらっていいですか？はい、はい、で肩をねくるっと回してください。一歩ずつ、はい、反対。どっちが回しにくいです？左ということはこっちですね。はい、息を吸って吐いて、ふっ、はい、吸って吐いて、ふっ、はい、吸って吐いて、ふっ、吸って吐いて、ふっ。で今度は右回して左です。どうですか？さっきぐらいですね、さっきより楽ですか？こっちで同じことして楽ということは、無意識レベルが変わってるわけです。でこの楽な状態に行けばいいんだという方向性を体が知ったということになります。そうするとどん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 良くなる。はい、吸って吐いて、吸って吐いて、ふっ、吸って吐いて、ふっ、吸って吐いて、ふっ。でもう一回左回して右です。
どうですか、さっきの楽ですか。で、このさっき言った通りですよね、人間のできることは安静と運動と2つです。で、無意識レベル変わったから動きが変わったということは、こっちに行けばいい、寝たらこっち行くようになるということになりますね。あと向こう向いてもらって、お腹をグッと締めてもらって、シューです。オンライン整体。